いい流れを自分たちに引き寄せたい明徳義塾高校、重要な6回の裏の守りです。ジェルソンのワンスリー、ん、あ、今三塁側のネクストバッターサークルの選手が倒れて、お、痙攣してます。大丈夫でしょうか。試合が止まります。突然倒れました。背番号2番栃木です。先ほどまでプレーしていたキャッチャーの栃木です。相当体が痙攣を起こして硬直していたようにも見えました、ここからそういうふうに見えましたね。そうですね、はい、だけどやっぱり、ね、こうみんながね酔ってこう焦らないことですよね、はい、冷静にやっぱり大丈夫だよっていうふうな安心感を与えてやることがやっぱり一番大事ですね。夏の暑い季節にはねよくこう、はい、熱射病でですとかそういう話も聞くんですが、いい天候とはいえそんなにこうだるような暑さではもちろんありません。非常に心配です。ドクターの方も来ました。試合が止まっています。6対4、常葉学園菊川高校2点リードの6回の裏、先頭バッター7番の探知、ボールカウント1、3というところでネクストバッターズサークルにいた背番号2番、1年生の栃木が倒れました。何よりも選手のねもちろん健康管理が一番ですので。そうですね、試合が止まっています。担架で運ばれます。全国府警の方々も心配でしょう。ですかね、うん、そうですね、はい、呼ばれたようです。本当に大事に、ね、至らなければいいんですけどもね、はい、そうですね、はい、ドクターも含めて非常に皆さんこう冷静に対応して、はい、よかったですね、はい、次は担架で運び出されています。